いや、すごいね。あ、ろうそくが。飛び移れよな、明らかに。おら！お、芸術、奏でるメロディ。トロフィーをいただいたよ。すごい。で？で？で、なんだろう。行くような場所ありますかね。この紐ね、つかまれないんだよね。あっぷな。飛ぶとあれだね、なんか弦が弾いてる音がするね。ゲーコマやな。飛び移れなのかな。飛び移れます？そうかな。どう思う？どこに飛び移る？飛び移る、あの小さいとこに。あれそういう場所。それか向こうの棚。あ、上になんかあるね。やっぱ上に登るシステムっぽいね。あれを行くのかな。もう行くしかねえな。おらー、うってっせい。よし、こういうのって登れないんかな。あ、一応登れるね。やっぱそういうことか。じゃあ向こうのピアノの先もそういうトルネード本祭りだったから、やっぱそれに掴まれるんだね、きっとね。よし、また奏でるメロディーしてやるよ。およっ、あれだな、あのトルネード本祭りに。お、勝手に捕まった。勝手にじゃないけど R2 を押してるけど。ちょ、たけし、どういう日々を、どのような日々をお過ごしなん、たけし。あなたのルートどうなってんの？たけし、向こういるね。あ、なんか三角形の、なんかギアかなんか持ってこいってやつやん、これ。やだな。これね、絶対いるやつじゃん。え、待って、たけしバカ。たけし混んでいいって。シュッ、私は木、私は炎、焚き火。こんなに明るかったらさすがのたけしも気づきそうなもんだけどね。いや、たけしどこ見えないな。まあ、いるね、たけし。登るしかねえわ。お、たけしの大好きなお猿さんだよ。おらおら、たけし。うわ、こいつ手長えから届くんとちゃうか、もしかしたら。やべやべ、手届く、手届くやんか。やだん。いません、いません。もういねえよ。いや、たけし、マジ。やるよ、おらよ。あそこに、ろうそくの炎があるね。あそこも歩けるんか、一応。まあ、上が安全牌ってとこかな。あ、ここもろうそくの炎があるね。明るくしましょう。画面が明るいのが一番よ。本当に。もうごめんね。多分見にくいかな。どうなんでしょう。あいし！たけし、助けて。よっしゃ、こっからか。
勝負だ、たけし。あ、もう火はついてると。よっと、たけし、これらやるよ、おらよ。あ、ごめんなさい、こっちにやろう。あー、ちょっ生きてる、生きてる、まだ生きてる、まだセーフ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 だよ、生きてる、私は生きている。こっちだ、あっち行け、こっちやで、たけし、たけし、あっちや、落として。いや、全然猿の効果ねえ、落としたのに猿の効果ねえ。やべやべやべ、いろいろとやべいろいろとやべ、どっちもうむちゃくちゃよ、いねえって、諦めろたけし。たけしすげえな、目見えてねえのに本棚ちゃんと整頓してさ、たけしすげえわ。お、また障害物が。もうこれは一個一個ね、向こうにね、やりましょうよ。向こうやで、オーラよ。そうそうそう、そうです、そうです。いや、ちげえな。いろいろとちげえな。いろいろと考えていることと行動が。そっちに投げるんじゃなかったんだな。やべえな、そこまで手伸びるんか、たけしの手なっけな。よしと。まだ戻れるね。よし、こっちに投げといたろ。えい、セイブ、セイブ、勝ったな、たけし。これは俺は勝った。よし、あったな、と遠いな、これ。いや、よく見せて、ちょっと面白そう、この部屋。たけし来そうだな。ろうそくとかないんですか、この部屋に。ろうそくとかは、このテレビはつかないんですか。つきませんね。特にないと。あ、登れない。え、どうしたら帰れるんだろう。くら登ってるときさ、火つけられないんですよね。僕は今どこに。いや、死ぬやろー。あ、こっからね、ありがとう。いや、この部屋暗すぎ問題でしょう。もう絶対視聴者さん見えてないと思うもん。私も見えてないもん。
お、いや、ちょっと待って。近すぎた。すみませんでした。もうちょっとテレビに近くなるのを待ちます。このテレビついたんか。テン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 。何の CM だろう。なんかクッキングしてんのかな。ぬおーぬおー、無理か無理か、俺は無理か、俺は無理か、無理かな。そんな、やだーやだー、何とかしてくれ。私は木、私は木です。私は木。気にしないで、もう早くテレビ消しに行って。そうよ、早くテレビを消しに行くの。そうそうよ、たけし、そうです。私はこれで忙しいのよ。ふう、長かった。いや、な、何が、なんかたけしの声が聞こえたな。ピアノー、助けてピアノー、おらー、ピアノ、ピア、おらー、ドゥーン。え、ちょっとちょっと、びっくりしたびっくりした。バカ、詰まってる詰まってる。おら、たけしの手が伸びたな。びっくりした。たけしめえらい手長いな。いやー、暗い謎の部屋だったね。私がテレビ気づかんかったな、あれ。これ何、あ、白いからなんかアイテムかと思ったけど、そうでもない。おい、なんか楽しそうじゃん。これなんか乗れるんとちゃうか。乗れそう。乗らして、乗らして。え、乗れそうじゃない、乗れないのかしら。なんか戻ってるね。ちょっとまず探検しましょうか。なんか子供部屋に汽車あったし、なんか汽車好きなんかな、たけしは。え、ちょっとわかんないっすね。えっ、フェイク。そんな暑いんか。じゃあこの汽車に乗るんだな、きっと。よーいしょよーいしょよーいしょ、押せー、よーいしょよーいしょ。でも多分あそこのドアノブにこれ乗ってるんだろうから、よし、行け。で、まあここはジャンプで、よし。敵たけしだけじゃないよね、きっと。きっと他にもいるよね。うわー、なんか斜めなのか。たけしがいるんだろうな。わお、うわー、なかなか危ない。結構アクティブだな、この子。たたたた。歩き方かわいいね。なんかこう壁に伝うと手ちゃんと反って歩くのかわいいね。ちゃんと壁に手を沿わせるっていう。かわいい。あ、ごめんね。もうライト全然つけてなかったね。まあ、ここら辺は明るいからいいかな。こっち何もないのかな？ないね。じゃ行きましょうか。わお。あ、火だよ。明るーい。もっと火が欲しい。この穴怪しいな。
たけしの手でも伸びてきそうなもんよ。こっちか。うわ、本当にたけしの手が伸びてきた。本当に伸びてきた。やけどさせるぞたけし。ダメだぞ、そんな手癖悪かったら。早く引っ込めなさいってよ。こっちにしようかな。うおー、挟まれちまった。いや、たけしの手おかしいだろ。その、消さないとダメか。火を消したらいいのかな。そんなことなかったな。火関係ねえわ。え、これ何、たけしをやけどさせたら勝ちみたいな、そういう話。ちょ、たけしの手一方に収まることないけど、これは隙を見て走らなきゃダメなのかな。この上のパイプを触っている間に駆け抜けるみたいな、こんな感じかな。ぽいね。たけし一生諦めなそうだもんな。よら、うわ、嘘だろバカ。たけし、たけしの手早え。さあどうする。ゆっくり行っても遅いよね。走ったから行けないのかな。あー、ゆっくり走ったからダメか、やっぱり。なるほどね。騒がしくしたらたけしは気づくと。あ、ネズミさん、ネズミさん唯一の癒しやな。うわ、ゴミ置き場じゃん。いや、おかしいおかしい。たけし、私はゴミ、私はゴミ。さあたけし、ゴミと区別してくれる優しさ。私はゴミと言っとんのにちゃんと拾い上げてくれるな、たけし。いや、おかしいおかしい。たけし来んの早いってバカ。たけし、やでー、たけし駆け抜けろと。火をつける暇も与えない。おらら、ティープ。わかんねえ、わかんねえ、何が正解だ、何が正解なんだ。たけし、俺はわかんねえわ。ここか。ここなのか。火をつける。たけしの手投げ。いや、いい。それも。いや、たけし、どこにいたらいいのかな。いや、わかんないな。あ、ここに。いや、もう、ちょ、待ってよ、ひとひ、部屋部屋見せて。こういうゲームは、部屋を見るのが楽しいのよ。部屋ぐらい見せてってくれや。まず火をつける。あっち。えい、ー。ちょっと、え、ちょ、なんか入れないんかな、これ何。おお、たけしんとこに行くな。逆にこの人の足元に行く。ダメでしたか。おお、いや、こうしてなんか交互に手が来るやんか。え、引き抜ける。あ、バカ、ちょっせい。でもちょっと兆しが見えた。なんか引き抜くという感じになって、扉を閉めるみたいな。腕を攻撃させるみたいな。難しいな、この手の合間を縫っていかなあかんのか。うお、なんかもう一回やれみたいな感じ。今クリーンヒットしたよみたいな。攻撃当たってるよ。たけしともお別れか、ここで。そうか、それはそれで切ないな。合間を縫って行くか。いや
なんで？なんで？よし、まず1本目。何本抜けばいいんだ？ 3 本ぐらい？たけし、この子に固執しすぎやない？そんなにいいかな？さっき引っ張ったけどね。おお、たけし、何の声？向こうでたけし大暴れ、大暴れしとんの。すまんな、たけし。たけし、ちょっとこの子に固執しすぎだわ。うお、隠れが終わった。やつの隠れがってこと？たけしの？マジか。靴いっぱいあったなあの人。一日一足履き潰してもあんなにたまらんだろ。何百年生きてんだよっていう。